ユーテルゼンの本社前にあるロゴローゼンタンタウはドイツユーテルゼンにあるバライクス会社。従業員数はおよそ90人で世界の主要国に約50の販売代理店を持つ。年間約2000万本のバラ内の小売り及び卸しを行っている。1906年マティアスタンタウによってユーテルゼンで設立された。1930年代には ビルヘルム・コルデス社に次ぐバラ育種会社に成長した。マティアスはフロリバンダの改良に力を入れた。1945年の担当ス・トライアンフ、1946年のファノルが彼の代表作である。1945年、息子で同盟のマティアス2世が経営を受け継いだ。彼は大輪で色鮮やか、花持ちのいいバラが流行していることから育種のやり方を変えた。 彼が手掛けた最初のバラの一つが1954年のコンラートアデナウアローズであった。1960年、マティアスセ世はサーモンオレンジ色のバラ、スーパースターを送り出した。1964年当時、従業員数70人の会社に成長し、毎年3万本のバラ苗を生産していた。1985年、マティアスセ世は、 家族経営で行ってきた会社を従業員のハンスユルゲンエファースへ売却し、自らは引退した。エファースのリーダーシップの下で生み出されたのが、アビゲール・アウグスタル・イーゼである。ありがとうございます。